そしてもう一つだけ言わせてください。私今あの大阪維新の会からあの演説会の担当の責任者になっております。そして選挙戦始まってからこの大阪府内の演説会すべて回っているんです。4日前です、あの大阪市の西成区で橋下徹が出席した演説会がありました。すると会場前からあの2人のご婦人がずっと並んでおられました。そして会場と同時にその会場に入ってこられ、この一番前の席にそのお二人のご婦人に座られたんです。うち1人のご婦人はあの目が不自由なご婦人なんです。で関係者の方に聞いてみると、今その橋下徹の演説会、あちこちの演説会でそのお二人のご婦人はずっと一番前で聞いておられるんですっていうことをおっしゃったんですね。これどうしてですかって聞くと、ちょうど5年前です、橋下徹がまだ大阪府知事の時、あの大阪都構想についてのタウンミーティング、これ大阪府が全域でさせていただきました。この森口でもさせていただきました。森口では東田小学校でさせていただいたんですが、その、大阪都構想の説明を終わった時に、何か皆さん、質問ありませんかということを橋下徹が、当時大阪府知事でした、皆さんに聞いたところ、そのご婦人の、目が不自由なご婦人が、手を挙げられて、この花区にある大きな交差点があるんです、そこを渡るには私は杖を持ちながら、その横断歩道を渡らないといけない。しかしその横断歩道を渡るには非常に時間が短い、信号の時間が短い、この信号機をもう少し長くしてほしいということを言われたんです。すると数日後です、その信号機が長くなったんです。それからもうそのご婦人たちは橋下徹の大ファンになったんですね。そして、そのご婦人の方があの横断幕を持っておられたんです。長い横断幕を持っておられたんです。じゃあそこには何を書いていたか、8年間ありがとうって、そう書いていた横断幕を持っておられたんですよ。それを、その演説会が始まる前ですね、こう横の壁にそーっと貼っておられたんです。もうそれ見た時ね、私本当涙が出そうでした。やっぱりね、しっかりとその市民の皆さん、府民の皆さんの意見を聞き、それを即行動していく、これがね、これがまさしく橋下徹っていう政治家なんですよ。これがまさしく我々大阪維新の会の政治家です。これきっとね、まあ信号機を長くするっていう話をした時に、おそらく職員の皆さんは反対したと思うんです。この信号を長くすると今度は渋滞がより大きくなってしまう、だからやらない方がいいんじゃないか。そして多くの全国の知事、そして全国の市長はそういった職員の皆さんというのはあまり変わったことをしたくないんです。従来通り、今まで通りを淡々とやっていきたいという思いがあるんです。おそらく職員の皆さんは反対者と思います。しかし橋下徹はその反対意見を押し切ってでも市民の皆さんの意見を尊重してその政策をやったわけです。多くの知事であったり多くの市長はその職員の言うがままになっているんです。まあ、西畑市は、全く違いますが国会見てもね、やっぱりそうなんですよね。まあ、確かに大臣は政治家がやってます。しかし今ほとんど官僚が牛耳ってる状態なんです。だから結局何もできない、何もしない、そして何も変わらない社会、政治になっているんですね。しかし我々は違うんです。しっかりと皆さんの意見を反映し、それを政治政策に実行していく、これがまさしく私たち大阪維新の会なんです。そしてこの8年間もしっかりとその民意を受け、我々は政治活動をさせていただきました。そしてどうぞこれからもこの4年間ももう一度私たちに政治を任せていただきたいというふうに思っております。そのためには松井一郎勝たなければならないんです。今回の選挙、松井一郎のための選挙じゃないんです。そして我々大阪維新の会の選挙でもないんです。まさしく大阪府民の皆さんの選挙なんです。大阪を大きく変えることができる最大で最後のチャンス、それが今回のダブル選挙であります。ですのでどうぞ皆さん、今回の選挙も松井一郎に対しますご支援、何卒よろしくお願い申し上げまして、よろしくお願いいたします。どうぞ皆さん最後までよろしくお願い申し上げます。8年間本当にどうもありがとうございました。